多分ねパパたちも結構寸劇やってんじゃん、うん、だからなんつうの親子 YouTuber ではトップじゃね。はいこんにちは、ワイチャンネル前原です。はい、今日はですね、にわかに流行ってる演技力じゃがりこ面接ジャムやってみたいなと思います、はい、でね、この何嬉しくてとかいう声をうちの奥さんに今回やってもらいました、はい、うん、ママにね、うん、なんで、それを聞きながら、まあ、うちらやっていく感じかな、演技していく感じかな。そうだね、あのボンボン TV さんもやってたよね、うん、ボンボン TV さんは YouTube の中でトップだって言ってたよね、演技力が ね多分ねパパたちも結構寸劇やってんじゃん、うん、だからなんつうの親子 YouTuber ではトップじゃね。あじゃあやっていきましょう、うん、あ、じゃあまずはパパからやっていきますね。はい、頑張っていきます。嬉しくてじゃがりこ、悲しくてじゃがりこ、怒っててじゃがりこ、寂しくてじゃがりこ、嫉妬してじゃがりこ、失恋してじゃがりこ、喧嘩してじゃがりこ、がっかりしてじゃがりこ、驚いてじゃがりこ、疲れ果ててじゃがりこ、寒すぎてじゃがりこ、暑すぎてじゃがりこ、食べながら告白しながらじゃがりこ、感謝してじゃがりこ、隣の人にじゃがりこ、遠くの人にじゃがりこ、知り合いにじゃがりこ、赤の他人にあ、じゃがりこ、友達にじゃがりこ、恋人にじゃがりこ、必殺技のじゃがりこ、恋のビームのじゃがりこ、二次元を見てじゃがりこ、三次元を見ておう、じゃがりこ、テンション上がってじゃがりこ、テンション下がってあ、じゃがりこ、関西風にじゃがりこやね、関東風にじゃがりこだぜ、英語風にじゃがりこ、中国風にハオチャオカリ、普通にじゃがりこ。こんな感じでした、うん、面白かったね。はい、うん、えいしんくんできるかな、うん、頑張るよ、頑張って、じゃあいきますよ、うん、嬉しくてじゃがりこ、悲しくてじゃがりこ、怒っててじゃがりこ、寂しくてじゃがりこ、嫉妬してじゃがりこ、失恋してじゃがりこ、喧嘩してじゃがりこ、がっかりしてじゃがりこ、驚いてじゃがりこ、疲れ果ててじゃがりこ、寒すぎてじゃがりこ、暑すぎてじゃがりこ、食べながらじゃがりこ、告白しながらじゃがりこ、感謝して隣の人にじゃがりこ、遠くの人にじゃがりこ、知り合いにじゃがりこ、赤の他人にじゃがりこ、友達にじゃがりこ、恋人にじゃがりこ、必殺技のじゃがりこ、恋のビームのじゃがりこ、二次元を見てじゃがりこ、三次元を見てじゃがりこ、テンション上がってじゃがりこ、テンション下がってじゃがりこ、関西風にじゃがりこやねん、関東風にじゃがりこ、英語風にじゃがりこ、中国風にじゃが、普通にじゃがりこ。エリくん、なんか結構似てるのがあったね。面白かったね、もう、うん、うちらの演技力はまあこんなもんですわ。ということでですね、どっちのじゃがりこの面接、どっちの演技力が良かったかカードをご用意してますので、うん、ぜひあの投票してください、はい、勝った人にはこちらのじゃがりこ、まあ、パパかエイジン君かプレゼントということでしょうか、うん、ということで面白かったね。そうだね、うん、はあ、疲れたね、うん、はい、ということで皆さんもぜひやってみてください、はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画この辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください、うん、チャンネル登録はこの辺りからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバイ、ジャガリコ、ジャガリコ、ジャガリコ。